松型駆逐艦は日本海軍の一等駆逐艦、低型駆逐艦とも呼ばれる。日本海軍の公的な名称ではないが、地区級駆逐艦とする文献もある。昭和天皇への説明でも用いられた。松型は太平洋戦争中の1943年から建造した戦時量産型駆逐艦である。神風型駆逐艦と並ぶ日本海軍最多の 建造数と最短の建造日数を記録。そして最後に量産化された、駆逐艦でもある。なお、立花の以降の艦は立花型、改め松型、松型改め、改め日の戸型、長型改めなどとして区別されるが、官邸類別等級表では松型と立花型を区別しておらず、艦型名は全席とも松型駆逐艦としている。なお、ここでは、 官邸類別等級表に基づく松型駆逐艦全般を取り扱う。大正時代の日本海軍は二等駆逐艦として川型駆逐艦、もみ型駆逐艦、若竹型駆逐艦などを開発。限られた予算の中で十分な量の駆逐艦を揃えるために大型で高価な一等駆逐艦と小型で比較的安価な二等駆逐艦の日本てのハイローミックスで整備していた。 その後、戦略上のニーズにより、大型で高揚性に優れる一等駆逐艦のみが、整備され、二等駆逐艦は建造されなくなる。1930年のロンドン海軍軍縮会議で、駆逐艦の建造に制限が加えられると、小型荷重武装の初春型駆逐艦と、白露型駆逐艦、二等駆逐艦の代替として、千鳥型水雷艇を建造した。だがと鶴事件や、 第四艦隊事件が発生して、設計方針を見直し、千鳥型は四隻で、建造中止。二等駆逐艦に該当する広島水雷艇を八隻、建造した。これに対し、一等駆逐艦は高性能化を目指して、大型化を続けた。秋月型駆逐艦に至っては、小型巡洋艦に匹敵する艦型となった。太平洋戦争勃発後、 1942年8月上旬以降のガダルカナル島をめぐる戦いにおいて日本海軍は輸送作戦への投入や野戦で多数の艦隊決戦における水雷専用の艦隊型駆逐艦を失った。しかしながら当時最新鋭の遊具型駆逐艦や秋月型駆逐艦建造中の兵型は建造に手間がかかりこの損失を埋めるだけの積数を建造することが 不可能だった。個々の艦の性能を向上させても、アメリカ海軍の数的優位と航空優勢の前では戦局を変えることができなかったのである。また、これらの駆逐艦は艦室と機械室のどちらかに浸水すると航行不能となるなどの防御上の欠点は実践で明らかになった。そこで、従来の大型駆逐艦志向を見直し、小型化によって数を揃えつつ、 国内の資源や工作能力に見合った小型駆逐艦への方向転換が図られた。補給、揚陸船団の護送のために、兵装の重心を対空対戦に移し、防御上の改良を行いつつ、構造を簡易化して生産を容易とした新たな駆逐艦を建造することとなった。これが松型であり、構想自体は1942年末頃に生じた。 松型はその全てが本来二等駆逐艦につけられる樹木の名前が与えられ、その感銘と建造経緯から雑木林などと呼ばれた。竹に勤務していた隊員によれば、公開機器や兵装は艦隊型駆逐艦の節風よりも新しく充実していたという。それまでの艦隊型駆逐艦に比較して体艦兵装、速力とも抑えられているため、 しばしば護衛駆逐艦または護送駆逐艦と呼ばれるものの、松型駆逐艦は、いわゆる護衛駆逐艦として、計画、建造されたものではない。化合作戦が発動された1943年2月頃、軍令部は、改め丸後計画にって建造を計画していた、遊雲型8隻、秋月型23隻の建造計画を取りやめる、ことを決定した。同時に、 火力や雷装を減らして、対空能力を強化し戦訓を取り入れ、輸送任務も行え、加えて、急速建造ができる中型駆逐艦の建造計画を立案。昭和18年度から建造を行い、昭和20年末までに42隻建造を目標とする改め丸5計画第2次追加計画を決定した。これに先立つ2ヶ月前、海軍管制本部は、 基本計画番号、海55カ所第5481号型艦の基本設計計画を始めた。これが、後の松型駆逐艦である。海軍艦制本部各課の協議により、下記9案の設計案が作成され、検討が行われた。まずは A から C 案が検討されたが船体が大きく量産に向かないとして却下され、次に、 航続距離と速力を忍んだ D から、海案が検討された。この際には、超8センチメートル連装広角砲が気候面の複雑さによる製造の難しさと補給面から却下され、主機械についても新型タービンの開発製造がないこと、秋月型タービンでは一軸となり、主機械室が破壊された際に航行不能となることから、大鳥型タービンを流用することとなった。 最後に G から I 案が検討され H 案が採用された。この後、抵抗軽減のために完備が1メートル延長されて推薦長が98メートルとなり、大イ案の検討が複数回行われ、艦型が決定した。建造時のカバ、本型の直線的な船体形状がよくわかる。松型では、急速建造を実現するために、 日本海軍艦艇の特徴である船体の曲線構造を止め平面構成を多用した設計になった。駆逐艦としては低速のため相関性を重視して艦幅や喫水は全長に対して大きめに設計している。傭兵側は松型の運動性能について相関性能に富むと評価した。艦首は従来のいわゆるダブルカーブドバウではなく直線艦首とし、 艦首のシアも短くなる。艦首原則のフレアを少なくし、外反や構造材の曲げ加工を極力少なくした。艦備の鑑定は、従来の艦では推進機や火事のある関係で、オーバーハングが生じ、工作も複雑になる。松型での艦備形状は、地上で組み立ているスケールを取り付ける方式にして、工作を簡易化した。ビルジキールは三角形の箱型から平板型に、 変更し、簡易化を進めた。船体材料の鋼材も従来駆逐艦が採用していた特殊鋼ではなく、高張力鋼を上艦板に普通鋼板を鑑定に使用した。これらの材料は重量が増すが調達が容易であり、大きな技術的問題を引き起こすこともなかった。船体建造は最初にキールを据え付けてフレームを立てていき、 外反や甲板を取り付けていく従来と同じ方式で、ブロック建造は採用されなかった。また使用構造の接合には描破が用いられており、まだ溶接の全面採用はされていない。方向並走従来の駆逐艦が採用していた、手法は3年式 12.7cm 法で、あったが、松型は、対空火器として使える89式 12.7cm 広角砲を、 採用した。特筆すべきは従来は連想砲画のみであったが、松型駆逐艦専用に棒立て付きの単装砲画が,が新設計されて、艦守側に一機が配置されたことである。完備看板上には連想砲画で一機の計算門搭載した。対空戦闘、対水上艦戦闘の双方に対応できるため、洋兵側は高評価を与えている。砲画は照準による、 対空射撃も可能だが、光射砲射撃式装置なしでの命中は期待できなかった。また、近接対空火力強化のために96式 25mm 機銃を12丁以上備えることが要求され、松型には三連装4機12丁の搭載を計画。松の竣工時には、同単装機銃8丁も搭載されている。その後、後部煙突と炭章刀の間に機銃台を 設けるなど、単素基準は12丁に強化され、収益済みの管にも単素基準を中心に蓄字増備されていった。魚雷松型は艦隊決戦における敵主力艦隊への水雷戦参加を想定されておらず、雷装は従来の駆逐艦に必して軽微なものとなっている。魚雷の搭載有無についても議論があった。設計案では6 1トル魚雷発射艦を 6連装1機または4連装2機、もしくは53立方センチメートル連装または6連装などが検討された。当初は61センチメートル4連装発射管1機では、車線が不足すると、観光本部の主務者会議で意見が挙げられ、ほぼ同重量である53センチメートル6連装、発射管1機と決定された。これは、後に軍令部の使用を名用級にも採用されたが、 一番艦で、ある松が完成直前になって、前線司令部から、ソロモン海域での戦訓として、巨来戦を行うには 53cm は威力不足であるという意義申し立てが行われた。これにより、最終的には92式 61cm4 連装発射艦1機が搭載されることとなった。爆雷94式爆雷投射機2機、投下軌道2乗、 爆雷36個を搭載した。爆雷の量は十分でなく、その後60個に増載された。また、阿ゴ作戦後の兵装装備の状況調査によると竹、梅、桃、クワ、杉、薪の6隻には3式爆雷投射機4機装備の訓令が出され、全車3隻は実際に装備した。装備位置は4番3連装機銃から、 後部広角砲前までの上甲板両元とされている。ソナーマツ型は従来の艦と同じ93式水中超音機と93式単身技であった。レーダー竣工時より22号電単が環境上の電単章に装備された。後期に竣工した艦は、後部マストに13号電単、全部マストのトップに逆端を装備した。十三号電単の装備は9番艦のもみからという。 和合作戦後の並走装,装備の状況調査によると、桃は全部マストのトップに13号電単を装備した。松型の機関については、上記にあるように機関の製造能力、高誕性を重視、さらに量産性を考慮して、広島型水雷艇の機関を流用した2機に軸とした。また、速力と航続力を抑えた A 事案で決定した。なお、手機のタービンは、 大鳥型と主原則装置が異なっており、回転数は 400rpm と低くなっている。その機関配置についても、在来の日本関係とは異なったものとなっている。通常、日本海軍の艦船の機関配置は、艦首側から、ボイラータービン、発電機というのが標準的な配置である。しかし本艦は国産化された艦では初めて、シフト配置方式を採用している。 これは、機関を前後二つに分け、全部に左限用のボイラーとタービン発電機、後部に右限用のボイラーとタービン発電機と交互に配置する形式となり、このために細身の二本煙突は前後に離れているのが外観上の特徴である。従来の機関配置ならば、機関区画の長さを抑えられて、船体の長さを抑えることができる代わりに、どこかに一箇所に、 トラブルや被害を受けると、すべてがやられて、航行不能になる可能性が高いのに対し、本形式ならば、建造の手間はかかるが、右舷側もしくは左舷側の機関が破壊されても残りの機関で高校が可能だった。艦の生存性が高められる例として、多号作戦に従事していた松型二隻において、それぞれ機械室悲願も片玄の軸形が生き残り、 航行不能とならずに済んだ戦艦があった。この機関配置の方式はすでに、フランスやアメリカなどで、駆逐艦から戦艦に至るまで広く採用されており、フランスアメリカ海軍艦艇の強靭さの一因であった。なお、全部機械室からスクリューまで、プロペラシャフトが伸びているため、大二艦室にある二号艦は艦、中央線から右にずれており、したがって、 後部煙突も中心線から右にずれている。巡航タービンは全部機械室にのみ置かれていた。駆逐艦として、速力27から28ノットは不足気味であり、最前線では本型の速力増大を求めている。日本の駆逐艦は普通ない家庭とカッターを搭載する。だが、ガダルカナル当選頃より、アサシオ型駆逐艦やカゲロウ型駆逐艦の一部は、 改造工事を受け、13メートル特型運貨物船を搭載可能となった。本型艦は陸上部隊への物資輸送のため、設計段階から小発と呼ばれる一種の上陸用集艇を二隻搭載可能となった。航空母艦を除いて、戦闘艦が設計段階からそのような艇を搭載することはなく、輸送任務も考慮した本艦の特徴的な装備である。 環境は、先首楼甲板から2段、上甲板から数えると3段の構造になる。従来の形状とは全く違い、曲線部のない箱型構造になる。環境は、地上で組み立て、船体に搭載した。工事間以下のために操舵室は廃止され、羅針環境内に操舵機がある。羅針環境の上は、露天の上部環境で、防空識書検測許所であり、 前面と側面に防弾板を兼ねた側板がある。この側板は先訓から後方に伸ばされ、艦によって違いがある。なお、羅針環境前の25立方ミリメートル連装機銃の下には弾薬供給所が置かれたが、日本海軍の駆逐艦では松型のみに設置された。マストや支柱は交換材でなく山型孔を組み合わせたものに変更した。偽装品でも、 福井狩りを廃止、作具や天幕なども極力減らし、完備旗竿も廃止された。軍艦機は、後部マストのガフに掲げられ、低白島完備島は、後部天幕支柱に設置された。弾薬庫への緊急注水管も廃止された。通風島なども、工作の簡単なキセル型になり、機械室の天窓も、簡易化された。居住区では、 第一士官用の士官寝室が6人1部屋で、床面積が狭くなり、室内のソファやテーブルなどが廃止された。閉院室でも腰掛け兼衣服箱や小物格納棚などが廃止された。主計家事務室が廃止され、閉院室の隅に机を置いて事務を行った。春光時の立花の勘が立つ。矢印部分は松形逐感との相違点。 歌唱第5491号艦からは、基本計画番号を、五55バイトと改め、八重桜は後に工事中止となり、立花が一番に竣工、このため五55バイトの艦は立花型と呼ばれている。その他に、改め松型松型海海長型などとも呼称される。基本設計は、横須賀海軍交渉設計部で行われた。体に関しては、 下記のような簡易化を進めた。この経験は後に、現在の日本の造船技術を支える近代工法の確立につながった。なお、松型は簡易連下の平面や直線を組み合わせた船体形状を採用したが、速力への影響はあまりなかった。22号電探は全部マスト中段に搭載するように変更された。13号電探は後部マストに竣工時から搭載された。 ソナーは新型の4式水中常温機と3式単身技を搭載し4式水中常温機装備のために艦首の艦艇に直径3メートルの平らな面が設けられた。しかし、対戦末期の日本の電子機器の性能にはムラがあり、超音機はともかく単身技の方は評価が低かったと言われる。機関関係では中圧タービンと巡航タービンが省略された。 高支排水量は松型の1530トンから立花で1640トンに増加し、速力は27.8ノットから27.3ノットに低下した。松型と基本構造は同じであるが、電波探知室の増大のために、選手楼甲板部分が後方に延長され、羅針環境部分も後方に拡大された。羅針環境のウイングには二式昇進が装備。 されている。リノリウムを全面廃止、手すり柱などのメッキ加工を廃止して、塗装に変更するなどの簡易化がさらに行われた。回転搭載例。下が終戦時の竹。単装基準の配置と回転の課題は推定。1945年4月になり、海軍の作戦は特攻作戦へと切り替わっていった。これを受け、 第31戦隊に所属していた松形駆逐艦は、同じく第31戦隊所属の秋月型駆逐艦のほか、慶潤北上、駆逐艦波風などと共に5月20日付で、海上停止部隊を編成した。7月15日の第11水雷戦隊解体後は、第52駆逐隊も31戦隊に編入されて、海上停止部隊に所属した。 松形駆逐艦は完備に特攻兵器の人間魚雷回転を一機搭載。連合国軍の本土上陸作戦に際しては、接近した上陸部隊に対し回転で攻撃を行い、ついで魚雷による野戦で敵輸送船団を攻撃する計画だった。改造実施状況は以下の通り。第41駆逐隊小族の竹、薪、霧、蚊や、蔦、シート、 第52駆逐体所属の杉、歌詞、楓、エデ、ニレ、ナシ、の各館は6月以降に、呉海軍え群交渉で工事が行われたようである。この頃の正確な工事記録が残っておらず、どの間にいつ工事が行われたか分かっていない。戦後撮影された写真を見ると10席前後に工事が行われている。これらのうち、 梨は1954年に不要作業が行われたが、その写真に回転用の課題が写っている。また、官邸引き渡し調書には C、カヤ・カバに回転搭載設備の記録が残っている。重油燃料が逼迫していたので、訓練回数は多くなかった。また7月以降は、戦力温存のために竹、蚊帳、薪、霧、ツタの各艦は、山口県の八代島に偽装。 隠蔽して経流された。それから1ヶ月余りで終戦となったため、他の艦も含め実戦での使用はなかった。回転搭再艦に改造されたカバの場合、全長104メートル。重油燃料タンクは340トン。航続距離は18ノットで2500回りとなっている。建造計画は1943年2月に、改め丸る5計画の追加として42隻。 昭和18年度から昭和20年度末までに、完成する計画が正義に提出され、その予算は、第84帝国議会で32席分、第85帝国議会で10席分が成立した。歌唱官名は、第5481号艦から、第5522号艦まで。建造は、舞鶴海軍交渉5隻、横須賀海軍交渉24隻。 富士長伝造船所13隻に割り振られた。また軍令部の要求に含まれていないが、第86帝国議会で32席の予算が承認された。歌唱艦名は、第4801号艦から第4832号艦までの32隻になる。海軍造船技術概要にある表、太平洋戦争中の検艦計画では、歌唱艦名、 第4801号艦から第4820号艦の20隻となっている。松型をさらに簡易級増加した艦型で、2連など6隻が竣工した。昭和20年度になり、寄港した艦の内同年度前期に、竣工の見込みのない艦は建造中止、寄港していない艦は建造取り留めとなり、最終的に松型18隻、立花型14隻の32隻が、 竣工旧隻が建造中止となった。1944年4月28日に松型一番艦の松が竣工それ以降松型駆逐艦は順次竣工していった。各艦は竣工とともに第11水雷戦隊に編入されて訓練を実施している。同年7月15日府で松型四隻による第43駆逐隊が編成され、数日後に 第31戦隊に編入された。各艦はそれぞれ輸送作戦に参加し、松型は護衛前段機関としても適当と見られていた。だが8月4日、小笠原方面への輸送作戦に従事していた松が失われた。8月20日に第31戦隊が新編されると、旧式駆逐艦や解剖艦とともに第43駆逐隊も、 第31戦隊に組み込まれた。後日、11月15日府で、第52駆逐隊が編成されると、25日府で5 2るも、第31戦隊に編入された。10月下旬の冷凍機海戦では松形駆逐艦は4隻が、第3艦隊司令長官、小沢寺三郎中将が率いる、空母部隊、第3航空戦隊、第4航空戦隊、 軽順洋艦三隻、秋月型駆逐艦と共に参加した。10月25日の空襲で、マキが被弾して勝破、クアも資金弾で損傷した。なお、松型二隻の二隻は、前日に本体からはぐれ、燃料不足となり、台湾に交代している。その際、空襲によりキリが資金弾で損傷している。冷凍沖海戦で敗北した日本軍であったが、 その後も日本陸軍と共に、冷手島に対して、増援部隊を送り続けた。冷手島地上戦に伴う増援輸送作戦を、多号作戦と呼ぶ。松ヶた地区間も、第3次作戦から竹が投入されたが、この時は、中途で先行していた第4次戦団の護衛艦と交代という形で、マニラに引き返している。第3次輸送戦団は、冷手島、 オルモック湾で大規模空襲を受け、駆逐艦朝モを残して全滅した。11月13日のマニラ大規模空襲で多合作戦参加艦艇は大損害を受けた。水雷戦隊の駆逐艦はマニラから撤退したので、松型駆逐艦特戦艇が多合作戦の主力護衛艦艇,艇となった。11月20日、艦隊の再編により松型多数が所属する第31戦隊は、 第5艦隊が撃沈され、残り1隻と竹も損傷したため作戦中止、マニラに引き返している。第7次作戦では松形2隻が参加した。総区逐艦長指揮下の2隻は、第3、第4停弾となり、輸送艦3隻を護衛して11月30日、マニラを出撃、12月2日夜に、レーテ島、オルモック湾に無事到着して、揚陸作業中、 米駆逐艦3隻と戦闘になった。この戦闘でクアは撃沈されたが、竹は雷撃でアメリカの駆逐艦クーパーを撃沈した。この時も低型の機関配置が竹を行動不能から救った。第8次作戦には松型3隻が参加した。3隻は苦戦艇2隻と共に戦乱を護衛して12月5日にマニラを出撃した。 この頃、アメリカ軍がオルモック南方に上陸を開始し、レーテ島西岸も危険になった。7日、レーテ島北西部のサンイシドロで揚陸中を観光。空襲を受け軍事品の揚陸はほとんどできず、輸送船団も大損害を受けた。2隻も損傷した。なお、桃は12月14日、マニラ湾で空襲を受けて損傷。台湾へ交代中の15日。 アメリカ潜水艦に来撃され撃沈されている。第9次作戦では、霧が、無月型駆逐艦2隻、輸送船3隻、輸送艦2隻、区船艇2隻と共に参加した。12月9日、船団を護衛して、マニラを出撃。途中空襲により輸送船2隻が、左航行不能となった。部隊を率いていた、沢村政治大佐は部隊を2つに分け、 駆逐艦2隻と輸送艦2隻はオルモック湾へ向かった。揚陸作業で輸送艦159号が地上からの砲撃で失われた。2隻は攻撃してきたアメリカの駆逐艦と交戦した。帰還中、霧は空襲で資金弾を受け損傷したが、この時も低型の機関配置が霧を救った。またこの空襲で夕月が航行不能となり、 霧の砲撃により処分された。日本軍は第十字多号作戦も計画していたが、アメリカ軍のミンドロ島侵攻により中止となった。12月9日、駆逐艦3隻、松型、秋月型駆逐艦は、日本本土駅投中の軍艦2隻を護衛していたが、牧と順洋が開い損傷した。 12月15日、アメリカ軍は、ミンドロ島三彦瀬付近に上陸した。日本軍中央と、現地軍との間で、ミンドロ島逆上陸をめぐって、温度差があったものの、南西方面艦隊は、帰下の第二遊撃部隊に、水上艦艇のミンドロ島突入を命じた。この作戦は、霊号作戦と呼ばれた。参加部隊は、第二水雷戦隊司令官、 木村正富少将指揮下の第二水雷戦隊、従順足柄、軽順五余土などであった。松型駆逐艦も三隻の三隻が参加した。部隊は12月24日、カムラン湾を出撃、途中で駆逐艦清志を失い、各艦に被害があったが、作戦は一応成功した。1945年1月4日、三尺区から生田川丸を護衛してきた第五十二。 駆逐隊はマニラに入港。翌日、二隻はマニラ沖で空襲を受けて、もみは沈没、ヒノキも航行不能となった。応急修理後、ヒノキはマニラに戻ることができた。だが、アメリカ軍はマニラ沖合を北上して、ルソン島西岸のリンガエワンに集結、間もなく上陸作戦を開始した。7日、ヒノキはマニラを出港したが、 アメリカ駆逐艦4隻の攻撃により撃沈された。1月31日には、フィリピンの登場因救室のため台湾高尾を出撃した駆逐艦3隻と第1輸送船体は台湾南方で空襲を受け、3隻とも損傷。梅は沈没2隻も引き返した。第1輸送船体も空襲により損傷し、作戦を中止した。 フィリピン方面での水上艦艇の行動は至難となった。2月5日、第31戦隊は戦時編成において連合艦隊付属となり、高尾警備部隊に編入された。第31戦隊は内地に帰島し、2月28日から3月中旬まで竹が同戦隊機関となった。第31戦隊の第2艦隊編入とともに、 秋月型駆逐艦下月が増強され、31、戦隊期間はヶ月になった。4月1日、訓練練成部隊の第11水雷戦隊が第2艦隊に編入される。可動山存駆逐艦は松型や立花型を含め第2艦隊に集約された。4月6日の大和型戦艦大和と第2水雷戦隊の沖縄出撃の際には松型2隻が、 秋月型駆逐艦過月とともに途中まで同行した。4月20日、第2艦隊と第2水雷戦隊は、解体、第31戦隊と第11水雷戦隊は、連合艦隊付属となった。二水戦の残存艦、第7駆逐隊、第17駆逐隊、第41駆逐隊は、第31戦隊に編入された。5月20日に、 海上停止部隊が編成され、7月15日には、第11水雷戦隊が解体され、同水戦所属の第52駆逐隊は、第31戦隊に編入。第53駆逐隊は、解体されて、特殊警備官に分類され、防空砲台となった。海上停止部隊は、本土周辺で行動していたが、機雷や空襲により、終戦までに被害が続出した。 5月25日桜が下関沖で植来、7月11日北海峡近くで再度植来して沈没した。6月5日には C が文語水道で植来。6月26日にはエのキが小浜東大付近で植来、大破着定した。また6月30日には奈良が下関沖で植来した。ニレは6月22日瀬戸内海で空襲により、 中破した。7月14日には、立花が、函館港内で空襲により被爆沈没している。柳も津軽海峡で被弾、大破した。さらに24日には3隻は、瀬戸内海で空襲により損傷。28日には、梨が被弾し沈没した。終戦時には18隻が、航行可能状態で残存していた。それらは戦後福井に輸送に使われ、その後各国に、 戦時賠償艦として引き渡された。中国やソ連は引き渡された艦を自国の海軍に編入して使用した。アメリカ、イギリスに引き渡された艦の一部と残った艦は解体されるか防波堤の一部として使われた。沈没した立花型の一隻のうち、なしは引き上げられた後海上自衛隊の護衛艦、若葉として最終益した。日本海軍の駆逐艦で、 海上自衛隊に引き継がれたのは、なしのみである。名称を変更したのはすでに除籍された官名である。ことと、ひらがなの、なしでは、なしと誤解を与えるため、官名、歌唱官名、春行日など、その後、建造書は、以下のように略。舞鶴イ,イコール、舞鶴海軍交渉、横須賀イコール、横須賀海軍交渉、藤永殿イコール、藤永多造船所。 川崎神戸イコール、川崎自由工業神戸工場。松、第5481号館、1944年4月28日、竣工同年8月4日、父島沖で沈没。竹、第5482号館、1944年6月16日、竣工終戦時三存。福音輸送20時、賠償館として、イギリスへ。 梅、第5483号館、1944年6月28日、春光。1945年1月31日台湾南方で、沈没。桃、第5484号館、1944年6月10日、春光。同年12月15日臨海湾西方で沈没。桑、第5485号館。 1944年7月25日、春行。同年12月3日、オルモック湾で沈没。霧、第5486号艦、1944年8月14日、春行。終戦時散存。賠償艦として、ソ連へ。杉、第5487号艦、1944年8月25日、春行。終戦時散存。 福音輸送20時、賠償館として、中国へ。巻、第5488 1号館、1944年8月10日、春行。終戦時残存。賠償館として、イギリスへ。もみ、第5489 1号館、1944年9月3日、春行。1945年1月5日、マニラ沖で沈没。 第5490号九1944年9月30日、春工、終戦時三存、福音輸送20時、賠償艦として、アメリカへ。かや、第5492号九1944年9月30日、春工、終戦時三存、福音輸送20時、賠償艦として、ソ連へ。なら、第百九十三号艦。 1944年11月26日、春行。終戦時間尾損傷。1948年解体。桜、第5496号館。1944年11月25日、春行。1945年7月11日、泉灘で、沈没。柳、第5497号館。 1945年1月18日、春行。終戦時大破格座。1947年解体。椿、第5498号館。1944年11月30日、春行。終戦時中破。1948年解体。檜、第5502号館。1944年9月30日、春行。 1945年1月7日、マニラ沖で沈没。風、第5505号艦、1944年10月30日、春行。終戦時散存。福音輸送20時、賠償艦として、中国へ。ケヤキ、第5508号艦、1944年12月15日、春行。終戦時散存。福音輸送20時、 賠償官として、アメリカへ。カキ、第5499号館、1945年3月5日、竣工終戦時残存。福音輸送20時、賠償官として、アメリカへ。カバ、第5500号館、1945年5月29日、竣工終戦時残存。福音輸送20時、賠償官として、アメリカへ。タチワナ、 第5511号館、1945年1月20日、春行。同年7月14日、函館港内で沈没。スタ、第5514号館、1945年2月8日、春行。終戦時三存。福音輸送20時、賠償館として、中国へ。萩、第5517号館。 1945年3月1日、春行。終戦時3尊。福音輸送20時、賠償館として、イギリスへ。スミレ、第5520号館。1945年3月26日、春行。終戦時3尊。福音輸送20時、賠償館として、イギリスへ。クスノキ、第5521号館。 1945年4月28日、春行。終戦時三存。福音輸送20時、賠償官として、イギリスへ。初桜、第5522号館。1945年5月28日、春行。終戦時三存。福音輸送20時、賠償官として、ソ連へ。二例、第4809号館。 1945年1月31日、春行。終戦時中破、1948年解体。なし、第4810号艦、1945年3月15日、春行。同年7月28日、山口県柳井沖で、沈没。戦後、不要修復され、護衛艦若葉として、最終駅。C、 第4811号艦、1945年3月13日、春工、終戦時三存。福音輸送20時、賠償艦として、ソ連へ。えのき、第4812号艦、1945年3月31日、春工、同年6月26日、オバマ東大沖で、大破格座、1948年解体とされるが、 1951年に不養作業が行われたとの新聞報道も残されている。小岳第4814号館1945年5月15日春工終戦時三存。福音輸送20時賠償館としてアメリカへ。初梅第4815号館1945年6月18日春工終戦時三存。 福音輸送20時、賠償館として、中国へ。立花型八重桜、第5491号館、1944年12月18日、気候、1945年1月8日、命名、3月17日浸水。6月23日工事中止。矢岳、第5494号館、1945年1月2日、気候、 同年2月5日命名。4月17日工事中止。クズ、またはマだけ。第5495号館。1945年3月20日。気候。4月17日工事中止。桂、つら。第5503号館。1944年11月30日。千九1945年1月8日。命名。6月23日浸水。 同日工事中止。若桜、第5507号館、1945年1月15日寄港、同年2月5日命名、5月11日工事中止。市、第4813号館、1944年12月29日寄九1945年2月5日命名、4月17日工事中止。土地、 第4816号艦、1945年2月5日、命名、同年5月28日仙台を開けるために浸水。5月18日工事中止。船体は戦後、秋田港防波堤となるが、1975年、港の外交展開と共に取り除かれた。岸、第4817号艦、1945年2月10日、気候。 同年3月5日命名、4月17日工事中止。坂木、第4820号館、1944年12月29日。気九1945年1月8日命名、1945年4月17日工事中止。松形早梅、第5501号館、横須賀で、建造予定。飛び梅、第千五百四号館、 横須賀で建造予定。富士第5506号館、横須賀で建造予定。山桜第5509号館、富士長で建造予定。足第5510号館、横須賀で建造予定。篠岳第5512号館、富士長で建造予定。よもぎ第5513号館、横須賀で建造予定 建造予定。青井、第5515号館、横須賀で建造予定。白梅、第5516号館、藤長殿で建造予定。菊、第5518号館、藤長殿で建造予定。柏、第5519号館、横須賀で建造予定。立花型高菊、第4801号館初菊。 第4802号館赤根、ね、第4803号館白菊、第4804号館ちぐさ、第4805号館若草、第4806号館厚草、第4807号館秋草、第4808号館薄、第4818号館野菊、第4819号館第4821号館。 第4822号館第4823号館第4824号館第4825号館第4826号館第4827号館第4828号館第4829号館第4830号館第4831号館第4832号館1944年7月15日 松形駆逐艦で編成された最初の駆逐隊。連戦を目的とする第11水雷戦隊と対戦相当、戦団護衛を主任務とする第31戦隊にところ属したが、編成直後に松が沈没。続いて、戦局の悪化により、冷凍機械戦や多合作戦など最前線に投入された。所属駆逐艦の一覧は、松、竹、梅。 桃、薪、霧、蚊や、蔦、死。第四十三駆逐隊に続き、松形駆逐艦で編成された駆逐隊。九百四十四年十一月十五日に編成されて、第十一水雷戦隊に所属、十一月二十五日より、第三十一戦隊に所属した。戦局の悪化とともに、第三十一戦隊各艦とともに最前線に投入され、 多合作戦、零合作戦等に参加した。所属した駆逐艦の一覧は、クワ、ヒノキ、スぎ、カシ、カエデ、ニレ、ナシ、ハギ、カバ。1943年末になると、定型をベースとして第一号型輸送艦が計画された。設計には、船体の前半部分が流用されている。ありがとうございます。